ヤクルトに3連勝、ベイスターズに1勝2敗という1週間でした。竹さん、1週間ご覧になってどうでしょう、感想は。強いのか弱いのかわからない、あらね、連勝4連勝もしたし、うん、チーム乗ってくるかなと思ったんですけども、うんうん、負けた時の試合、勝ったり負けたりはするんですよ、うんうん、負けた時はね、はい、結構やられちゃうんですよ ね、まあ、そうですね、勝つ時はもうロースコアで勝っていくっていうね、うん、形なので、つかみどころのないチームだなっていう、ね、うん、感じがしますね、うん、そうですね、うん、まあ、特にやっぱり同日若い小笠原柳が、まあ、ここ数週間ね先発していますが、うん、まあ、まだまだこうお勉強という部分もあるんでしょうか。まあ、それも、まあ、まあ当然ね点数取られるわけですからあるんですけども、はい、やはり大型連勝、いつも言うようにね、大型連勝しないと、うん、はい、やっぱり A クラス入ってこれないからね、うん、もうこれ最後前半戦最後2つタイガース連勝しないと、はい、ね、そうですね、ね、はい、でその連勝という点なんですがね、うん、4連勝は何度かありますが、そうですね、なかなかここの壁がね、竹内さん超えられないんですよ、ね、そうみたいですね、4連勝3回ぐらいあるんですね、3回あるんですね、はい、うん、でまたこれで敗れるかなっていうふうに思いきやね、うん、やられちゃいましたし、うん、いやだいぶ借金はね減らしましたよ、減らしました ね、うん、だいぶ減らして、うん、もう最大12から今5つでしょ、はい、だいぶ良くはなってきたけど、うん、いやそこで終わってちゃダメだよ、うん、いや減らした、よく頑張ったじゃいかんね、うん、5割いって、あ、やっとこっから勝負ができるなっていうところだから、うんうんうん、もう本当にね、ちょっと頑張れば3位に浮上できるけども、うん、でも、うん、まあ、この DeNA3 連戦見ると、はい、DeNA とドラゴンズの差が出ちゃったね、うんうん、特にそれは打力だね、やっぱね、打線が、うんうん、打たれる人に打たれちゃってるっていうかね、うんうんうん、まあ、その辺を改善していかないと A クラス、まあ、本当目の前に、まあ、DeNA だからね、うんうん、だから2位から5位までは分からないよね、本当そうですよね、いやジャイアンツだって少しちょっとね良くなってき始めてるから、もう本当に2位か5位かっていうのはどこがどうなるかはまだ分かんない、そうですね、まあ、チームの頑張り一つ、そうですね、はい、でそんな中ね、竹内さん、平田選手、ビシエド選手が、まあ、離脱して、うん、まあ、数週間経ちますが、よく福田、松井裕介、こういったあたり、まあ、谷選手なんかもですが、本当によく頑張ってくれてますね、いやね、まあ、俗に控えと言われてる選手が、うん、まあ、日替わりヒーローになってくれてね、はい、活躍してますし、やっとこう、はい、福田もなんとなく、うん、前のいい時の膨らみね、うん、あのホームランなんかかっこいいホームラン打ったよね、打ちました、はい、今回ものハイライト2個ありますもんね、うん、らしいホームラン打ってくれたんで、うんうん、でもこの前のねホームラン打った後にね、また次の試合かな、うん、ライト前ヒット打ったのね、はい、うん、ああいうヒットが僕はいいな、ーホームランよりもやはりこうね、追い込まれた時にね、うん、反対方向に打って、うん、それでまた自分が甘いところに来た時にホームラン打つっていう形になるといいから、うんうん、ホームランって思わない方がいいね、あ、そうか、確かに打ってほしいよ、うん、20本打ってほしいけど、うん、現状はやはり今は自分のバッティングを崩さなくするためには、うん、追い込まれたりとかちょっと自分が苦手なピッチャーの時は反対方向で、うんうん、行けば絶対にこう状態良くなりますからね、うん、ね、竹さん、実は福田選手本当全く今おっしゃった同じことを言っていたんですよ、そう、基本はやっぱりセンターから右方向で今バッティングができてるんで、うんうん、それを崩していくと全部崩れちゃうっていう風に言うんですよね、うん、そうそうそう、でも一方でやっぱりホームランを見たいっていうファンの皆さんの思いもあると思うんですよ、うん、それは、ね、うん、いや僕らでもそうだったんですよ、はい、ホームラン出ねえな、うん、僕も打率3割1分1厘打ってホームラン19本だった年あるんですね、うん、はい、でやっぱファンの皆さん、いやホームラン少ねえなって、やっぱ球団にも言われた、うん、評価がお前ホームランなのに少ないなって言われるんだけど、うん、でもそれをばっかり考えてるとバッティングって必ず崩しますから、はい、あ、そうですか、うん、基本はやっぱりヒットがの前提だから、うん、ヒットの延長がホームラン、うんうん、これを忘れちゃいけない、あ、そうですか、ホームランの打ち損じがヒットなんていう人は、うんうん、それは嘘ですよ、そうですか、うん、ということは逆の言い方をすると今それが福田選手できているから、うん、これだけ安定した成績出ていると、そうそう、だからホームランね、打ったのインコースでしょ、インコースでした、インコースを勝ち上げてホームランにしてるわけだから、うん、はい、アウトコースの厳しいところは反対方向にきっちりライト前センター前で僕は全然問題ないと思います、うんうん、なるほど、そうです、今のまま続けてほしい、はい、あともう一人松井裕介選手どうですか、はい、
あ、そうですね、ユウスケもこうちょっと自信がついたんじゃないかな、はい、いつもはもう打てなかったらまた2軍かっていうね、こう瀬戸際でやってて、うん、切羽詰まってたんだけども、はい、まあ、代打で結果残していいところでも打ってね、うん、はい、なんかねちょっとこう久しぶりに松井裕介を1軍で見た時に、うん、堂々としてたね。いや、これねすごく大事なこと、うん、やっぱね、あの1軍2軍の行き来する選手って本当落ち着きなくそわそわしてるから、うん、そうですよね、結果が出なかった時、うん、また俺2軍かっていう風な、うん、今感じでやってないね、うん、なるほど、これがねあのいいとこじゃないかな、うんうん、そうか、はいはい、ということで、残すところ倉敷、うん、甲子園で阪神2連戦ですが、まあ、もちろん後半もね、こういったあたりの選手に頑張ってもらいたいと思います、はい、この時間は先週のヤクルト戦 DeNA 戦について振り返っていきました。ゆずき目線、ここにクローズアップ。ゆずき目線、ここにクローズアップのこのコーナーは、私日高ゆずきがドラゴンズの試合で気になったシーンや注目の選手を紹介していきます、うん、先週はフレッシュオールスターについてご紹介しました、はい、今週取り上げる選手は、うん、京田選手、京田選手なんですけども、はい、京田選手はあの最近の活躍を見ていると、うん、もう猛打賞を5回とか取ったりとか、はい、もう新人賞に向けてどん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 近づいてるとか、うん、新人賞候補に上がってる、うん、新人王、ね、あ、新人王、新人王、それ歌だよ、新人王って書いてあるんですけど、なんたら歌謡祭みたいになっちゃったから、そうなんですけど、うん、そう、候補に上がっていて、はい、ちょっと、うん、その一つ一つの試合、もう一場面一場面をくり抜いて、本当に、気にしながら私も見てるんですけども、うん、まあ、本人もその新人王っていうのはあの頭にあるんじゃないかなと思ってますし、うん、ちょっとずつ意識してるのかなと思ってるんですけど、うん、最近ですね、ライバルがやっぱいるから、うんうん、はい、そっちにもちょっと注目したいなって思ってて、うん、横浜の浜口選手だったりとか、浜口、ね、はい、最近だったらもう後半というかどんどんなんかもっともっと上げてきそうな阪神の糸原選手だったりとか、うん、はいはい、もうそこら辺とも、まあ、その 3人がちょっと今日、うん、私的には来るんじゃないかなみたいな、うん、その候補で上がっているんですけども、なるほどね、うん、まあどうなんだろうなとも思いますし、まあ、京田選手憧れの鳥谷選手って言ってるんですけど、うん、その鳥谷選手の成績をもう抜いてしまったりとか、うんうん、もう本当に波に乗っていけてる気がしてるんですね、うん、でそれで自分にどんどん自信もついてるっていう感じで、うん、それがプレーにも出てるんじゃないかなって思うので、うん、私はなんとかその2人とかの他の、ね、選手もいると思うんですけど、うん、その戦いをなんとか自分の力でその、まあ、新人を取れるように、うん、なってほしいなっていう思いも込めて、ちょっと今日はここに話題に取り上げたんですけども、うん、どうなのかなっていうのもお二人に聞きたいなっていう、うん、最近の京田選手のいいとこ悪いとこだったりとか、ね、うん、まず武さんね、はい、あの今年はルーキーが非常にこう使われてますし活躍してますよね、うんうん、そうですね、まあ本当になんていうか即戦力というかね、うんうん、本当にこう戦力になってるなと。なってますね。まあ大体普通人数合わせになってきちゃってるんで、なって、うん、そこで使って、ああまあね、頭角を現してっていう感じなんだけど、はい、いきなりもうレギュラーポン叩いてね、うん、まあ、ショートだったら強打、パリーグではね、源田。源田選手も ね、うん、だけど今日ね、今、ゆずきちゃん言ったけど、はい、浜口と糸原、はい、ね、そうね、勝負にならないでしょ。本当ですか。いやもう今強打がもう一歩どこじゃないんじゃない、うんうん、おじゃあ結構二歩三歩今だいぶ話してると思う俺は、うんうんうん、だけどこれがまだあと半分弱ぐらいあるから、はい、こっからだよね。そうですね、こっからきついから、うん、だけどまあそれだけがね、うん、新人王が、全てじゃないけど、でも、うん、この前僕京田に話したんだけど、はい、絶対取れって言ったの。お、うん、もう1回しかないんだよ。そうですよね、だから絶対取れって言ったら、ああ頑張りますって言って、ね、笑ってたけど、いや取れるものはね絶対ね、うん、取らないといけない、うん、武さんもじゃあこれは京田選手、うん、取れたらいいなじゃなくて、俺は新人を取るっていうつもりで後半プレーした方がいい、うん、だって今もう先頭走ってんだもん。そうですね、うんうん、別に譲る必要ないよね。そうですね、うん、一生ついてくるからね、うん、勲章は。そうですね、だから強打にぜひ、うんうん、あのそんなに切羽詰まるこうなんていうかね、はい、信じようって言って思わなくてもいいけど、うん、でも必ずそれは俺はいただくよっていうふうに思って、うん、
やってほしいね。でもこの今の成績が最後まで続けば間違いなく強打だよね、うんうんうん、まあ、あの森監督もね、はい、後押しするように、うん、どうやっても使うというふうにもう宣言されておりますんで、うん、もうこれはねやっぱりあの本当にいいチャンスをもらったと思って新庄を掴んでほしいですよね。まあでも現実どうやってもって言って今強打がいないと困る、うん、そうなんです、そうなんです、強打がいないと困る、はい、だからもう一つだけでも強打でこれから、うん、あのこれは来年以降やってほしいことは、はい、出塁率、うん、これだけ。もう守備とか、はい、あの走塁っていうのはもうや、はい、練習して試合で経験すればもっともっとね上手くなるけども、はい、うん、出塁率っていうのはやっぱりフォアボールをねこれから強打が取らなきゃいけない、うん、これがまたね消極的じゃなくて攻めてのフォアボールっていうものを取っていくとこれは不動の一番バッターになれるかなと思う、うん、唯一ドラゴンズとして一番打者としてまだ強打を、うん、はい、強打にどうぞっていうところじゃないから、うん、まだ僕はどっちかというと大島が一番のが適任だと、うん、それ出塁率があるから、うんうん、だからここら辺を2年目3年目以降の、うん、まあ、強打のこれからの課題だよね。そうですね、まあ、必ずでも良くなってくると思うけど、はい、うん、まあ、おそらく今年はもう終わるまで、うん、今シーズンはもうがむしゃらに突っ走ってくれればいいと。そうそうそう、ね、もうそれやってくれて1年間もう終わったらグッタッと疲れたってねまたなるぐらいの1年になるんじゃない、はい、うん、そうですね。じゃあ後半も引き続きというか、うん、かなりの大注目です、はい、注目してぜひ撮っていただきたいと思います、うん、このコーナーでは私が気になったあるいは注目しているニュースや話題について毎回取り上げていきます。皆さんからの感想やメッセージもお待ちしておりますので、どんどんドラジカルのメールやファックスお送りください。以上、ゆずき目線ここにクローズアップのコーナーでした。はい、先週の金曜日に発表された6月の月間 MVP、うん、なんとですねセリーグ投手部門でいや岩瀬選手が選出されましたね、うん、そうなんですよ。先週もこの岩瀬選手の話だった時に、うん、いやこれはいけるみたいな話をしてたので、うん、そこちゃんと選出されたっていうのはちょっと嬉しい報告だなと思いました ね、はい、まあ、最年長記録っていうのはね、うん、山本昌さんがお持ちですが、はい、最年長ブランクということで12年ぶりの受賞になりました、うん、それでは会見の様子お聞きください。ありがとうございます。まさかというか、まあ、本当にありがとうございますという言葉に尽きるのかなとは思いますけど、6月に関して言えば、うん、まあ、これ以上ない成績にはなったかなとは思いますけど、なかなか中継ぎとかリリーバーにとって月間というのは縁のないものだとずっと思ってたので、だから逆に嬉しさもありますけど、一試合一試合自分の中では目いっぱいいってましたから、それを継続できたっていうことが良かったかなとは思いますけど、オフからまあ元々の持ち球であったスライダーをもう捨てて違うボールに変えたんですけど、そういったこともあって新しいボールをにチャレンジしてきて、うん、自分自身も手応えをつかんできたんで、それが結果となって現れたのかなと思いますけど、信頼されるピッチングをねしたいという気持ちでやってましたけど、これから夏は熱い戦いになれるようにね、なんとか上をっていう気持ちで、一戦一戦やっていきたいなと思いますけど、改めて6月成績14試合11と3分の21勝0敗10ホールド39人のバッターに被安打4フォアボール2つ11奪三振防御率 0.00、うん、まあ、武さん、岩瀬投手本人も言っていましたが、なかなかこれ中継ぎピッチャー取るの難しいんですよね。いや難しい難しい、うん、ピッチャーは非常に難しいね、うん、中継ぎは、はい、まあ、そんな中どうでしょう、11回と3分の2防御率 0.00、 いや素晴らしいですよね、うん、やっぱここ最近の 2,3 年のよ、ね、岩瀬を見たら誰が月間 MVP 取るかって誰も予想してなかったんですけども、うん、まあね、彼の頑張りでまた、うん、月間 MVP 取りましたからね、うん、まあ、でも最年長ブランクは最年長月間 MVP は山本マスターでしょ。そうです、この前マスター言ってた、そういうまだまだやなどこまでプラス思考なの、おめでとうでいいでしょって思ったんだけど、まだまだやなってマスターっぽいぽいでしょ、っぽいな笑っちゃったよ。そうなんだ、そうそう、そんなところでライバル意識感じなくていいのにな、後輩だからおめでとうって言えばいいの、いやまだまだ、そうですか
笑い話いや本当にね、そうなんですね。これ、まあ、あの岩瀬投手本人も、うん、まあ、さらっとおっしゃっていますが、うん、あの長年やってきたスタイルを変えたりですね、うん、で、まあ、この賞を取るにあたって、これ実はいろんなね、岩瀬さんの中で、変化や葛藤もあったと思うんですけれど、あまりそういうの口には出しませんが、これ改めて武さん、すごいことですよね。いや、そうだってね、もう、うん、もうここ3年ぐらい悩んでたでしょ。いや、そうですよ。その中で自分でどうしようかって、もうまあほとんどね、多分9割ぐらいはどうやって俺引退していこうかなっていうことを考えながら投げてたと思う、うんうん、それが月間 MVP でしょ、うんうん、もう見事に。そうそうそう、いやこれはもうね、うん、めちゃくちゃすごいこと、うん、本当にもうあっぱれですね。いや本当にあっぱれですね、はい、はい、そして嬉しいニュース、今日もう一つ入ります、はい、中日今日育成岩崎達郎選手を支配下登録すると発表、うん、背番号は206から、0番に変更となりました、うん、では今日の会見の様子聞いてください。まあほっとしたっていうのが一番ですかね。いや正直の気持ちとしてはないかなっていう気持ちがちょっと強かったんで、でまさか支配下にの話をもらった時はちょっとびっくりしましたね。一昨日ですねの練習前に監督に呼ばれて、じゃあ僕は怒られると思ったんで前の日とかを考えた時何かしたかなっていうのを思いながらちょっとその部屋に入ったんで、ちょっと監督の言葉って覚えてないですね。で僕が入った時の荒木さんと井端さんの番号っていう風に僕は捉えたので、まあいい意味ですごい良かった番号かなというふうに。でちょうどこれが取れた場合背番号になるんで0番になるんで、まあ、忘れられない番号かなというふうに思いますね。僕が野球始めた頃の憧れの選手が河合さんだったん で河合さんが0をつけてプレーしてたんで、いつかつけたいなと思ってた番号だったんで、まさか一桁をいただけるとは思ってなかったんでびっくりですね。まあ、この時期に支配下にするという意味を考えてくれというふうに、まあ、来季も戦力としてじゃないとこの時期に契約はしないというような言葉をいただいたんで、まあまずはもう一度名古屋ドームのグラウンドに立ちたいなっていうのが一番の思いですかね。岩崎達郎内野手支配下登録となりました、はい、武さんも楽天で1年ですか一緒にプレーする。あれドラゴンズじゃなかったの。あ、ドラゴンズですか。ドラゴンズですね、うん、ドラゴンズで1年プレーされましたが、どんな印象ですか。うん、そうですね、バッティングはね、思いのほかパワーがあるんですよ。おそうですか。パンチ力がある、バットが振れる選手っていうのがすごく印象にありましたね、うん、まあね32歳、そうですね、はい、育成から入ってね、やっぱり大変だったと思うけども、まあ頑張りで、うんうん、でまた支配下登録してくれたから、はい、もうすぐやっぱり結果残して一軍に行ってほしいね、うん、そうですね、うん、ただね、まあ、さっきの京田選手じゃないですが、今ドラゴンズ一軍内野手は結構競争激しいですからね。いやそうなんですよね、若い選手また、守備のスペシャリストね、どの上とかもいますしね、うん、なかなか大変ですけども、うん、いつでも僕は上がりますよっていう準備はしとかなきゃいけないですね。岩崎達郎選手活躍に今後ますます期待していきたいと思います。この時間は岩瀬選手、岩崎選手に関する話題をお送りしました。ピックアップ D プレイヤー、このコーナーではドラゴンズの選手のインタビューをお送りします。はい、今週はですねこの人をお届けいたしましょう。もう今チームになくてはならない存在、又吉克樹投手、先週金曜日私がインタビューをしてきました、まずはオールスター選出おめでとうございました。ありがとうございます。独立リーグ投手出身者としては初ということになりました。そういった意味でも喜びは倍ぐらいじゃないですか。そうですね、もう沖縄県民として出るのもそうですし、はい、独立リーグに一ついい話題を、送れたかなっていう意味では、はい、プロに入った以上いっぱい一回出てみたいっていう気持ちがあったので、はい、本当に良かったなと思います。そんな中、まあ、今シーズンちょっとお話をいろいろ伺っていきたいんですが、まあ、まずチームとしても間もなく前半が終わりますけれども、非常にこう中継ぎ先発として活躍、今年は非常に目立ってますね。そうですね、先発っていう新しい場所で、うん、今年シーズンはキャンプの時からやらせてもらって、うん、本当にいい経験をさせてもらったなと思いますし、うん、またもう一回やってみたいなっていう気持ちもありますけど、うん、ただやっぱりチームの
投げてほしいっていう場所で投げれるようにしたいっていうのが一番にあるので、自分の欲よりはチームが勝つためだったらどこでも投げるっていう気持ちで今のところやってます。あのご自身の体で、あ、先発をやって先発を経験してこういうところ自分で変わったなと感じる部分ってありますか？そこはあんまり変わった気はしないんですけど、やっぱりマウンドでの顔だったりっていうのはやっぱり言われますよね、先発の時はひょうひょうと投げてるけど中継ぎの時はそうでもないねとか、自分が知らないところでは多少は変わったのかなと、まあ、でも自分ではまだわからないので、ただピンチになった時になるべく自分のいいボール要求して、キャッチャーが要求したボールでそれに対して応えられるように準備はしているので、結果的に1年間終わった時に、あ、そういうのが覚えれたっていう状況まで持っていければいいかなと、今はそれを意識してでやろうとかっていう考えはあんまりないですね。そうですか。ということは、まあ、現状また、はい、あのセットアッパーに加わっていますが、先発で覚えたこういうものをセットアッパーでうまくという意識とかはあまりない？そうですね、まあ、ただやっぱりインコースだったり、はい、キャッチャーの配球の範囲が広がったのかなっていうのは思うようになりましたし、そのフィールディングだったりっていう部分ではやっぱり長すぎる時よりは回数が多かったので、そういう意味ではそこの部分もうまくできるようになってきたかなと。冷静に又吉さんプラスそれを引き出すキャッチャーサイドも非常にこう引き出しが増えた、そんな感じですか？はあると思いますけどね。今まで出しにくかったやつはやっぱ先発で球数を投げて場面を踏んだっていうことで、あ、こういう時こういうボール投げれたなっていう時に出すサインが増えたっていうのは、でその中で自分の中でも、あ、ここはこうじゃないかなっていう選択肢も増えてきたので、そこはすごい良かったなと思いますけど、先発の時のように1回失敗したら終わりという気持ちでずっとやってますし、それは中継ぎにいて今の状況でも変わらないのは先発にいて良かったなと。でセットアッパーとしては、あの先日のヤクルト戦ですね、2戦目中継ぎで出てこられて、はい、ボールカウント先行から三振取られました、はい、非常にこうやっぱり成長したなというふうに私は感じたんですが、ああいった三振はどうですか？あそこでやっぱり今までとは違って、うん、変化球でストライクを取れたっていうのが自分の中一つ大きかったですね。しかも時間自信を持って、うん、あの首振って正座にしていったので、うん、先発の時のいいバランスで投げれてたっていうのが今につながっているのかなと。チームが必要とするならどっちでもっていうスタンスを今持ってらっしゃいますが、はい、それはやっぱりこうご自身としては意気に感じるもんですか？チームは勝つのが一番なので、そこに関しては意気に感じるというよりは、与えられたところで求められた結果を出すために何をしたらいいかということしか考えてないので、意気に感じるというよりはチームのためだったらっていう感覚はありますけどね。そうですか。まあ、あと今チームの状態がこうどんどん良くなっていますが、まあ一つこう中継ぎから見た今ドラゴンズ全体のチームの状態ってどう見えてます？自分のことでいっぱいいっぱいなのであんまりそこまでは回らないですけど、でもものすごい雰囲気は、雰囲気として点を取ってもらう、で自分たちが点を取られたとしてもすぐ返してくれるっていうことがすごい多いので、それこそ昨日の試合なんか先制して、でホームランで追いつかれてもすぐひっくり返して、そこの流れっていうのはやっぱりチームの雰囲気の良さから来てるもんなのかなっていうのは思いますけど、まあ、それよりもその1イニング任された時にとにかくゼロで何としても帰ってくるんだっていう気持ちはあるので、今はもうチームのがなぜ勝てるかというよりはそのチームのワンピースになれるように。であと1点、はい、あのベテランの岩瀬投手は、ね、はい、非常に状態よく頑張ってらっしゃいますが、あのやっぱり岩瀬さんの存在であったり岩瀬さんとこう接する時間というのは又吉さんにとってどうでしょう？いや、ものすごい自分にとってはもう宝物ですよね、まあ、去年の、2軍に落ちた頃からずっと声をかけていただいて、で先発になってからもそうですし、その中ですごいまだまだ足りない部分というのはもうずっと見えてますし、自分の中 でそれを岩瀬さんを見ながらああいう風になりたいというのは常に思っているので、なるべく教えられたことを言ってもらったことを、うん、やってることを吸収したいなとは毎日思って、うんうん、オールスター明け、はい、後半が始まりますけれども、あの当然ファンの皆さんは A クラスというところを ね、まず期待して応援していくと思いますが、後半戦に向けて又吉投手意気込みを
聞かせてください。まだまだチームの流れとしてもものすごいいいですし、うん、A クラスも十分狙える位置にいるので、チーム全体としてそこに絶対行くんだという気持ちはあるので、うん、お客さん、ファン、その人たちにも期待にも応えれるように、うん、後半戦オールスターから全力疾走できるようにまた頑張っていきたいと思いますし、そうすることによってやっぱ球場に来てくれると思うので、うん、勝ってファンサービスができるようにしっかりやっていきたいなと思います。という又吉克樹投手のインタビューをお届けいたしました、はい、いやまあ武さん、この又吉は今年本当に欠かせない一人ですよ。そうですね、まあ、いろいろなポジションでね、まあ、本当にやりたくないでしょうけど、はい、1年間ね普通は中継ぎとかもう先発って言ったらそれでやりたいんですけど、はい、まあ、それをこういろいろやれって言われて、うん、まあ、順応してますよね。順応してますね。これが素晴らしいですよね、はい、まあ、やっぱり又吉が持つそのなんて言うんでしょう、能力ポテンシャルっていうものがそう指しているんでしょうか、うん、まあね、僕キャンプからいつも又吉のストレートは一級品だって僕ずっと言ってるんですけど、うん、今年はもう一つちょっとこう向けたですよね。あ、そうですか、力があるっていうか、うん、こうあまり力感もなく150近いスピードが出るんで、はい、うん、まあ、バッターは大変でしょうね、あのストレート打つには、うん、そうですよね、はい、現状どうでしょう、まあ、セットアッパーとして加わっていますが、うんうん、まあ、このまま行った方がいいでしょうか。いや、もう当然僕はそう思います。もうここで今しっくりきて後ろを固めなきゃいけないんで、はい、うんうん、まあね、田島、又吉、岩瀬、ね、まあ、あの7回の場合は右左のバッターで岩瀬投げたり、うん、右ピッチャー投げたりとね、いろいろやればいいわけですから、はい、8、9はもう又吉、田島でいいんじゃないでしょうかね、うん、そうですね、うん、まあ、いずれにしてもあの岩瀬投手もそうだし、又吉、田島、こういったあたり後ろが安定するとやっぱり勝ち方がどっしりしてきますね、うん、いや、それはやっぱり逃げ切れるからね、1点でもね、はい、うんうん、強いチームはどこもやっぱり7、8、9いいピッチャー持ってるから、うん、はい、まあ、そういう中ではドラゴン少しこう明るい話題がね、うん、あるかなっていう気はしますけどもね、うん、はい、あとね、柚木サポーター、はい、又吉投手は最近試合終わった後のロッカー内のこうツイッターがすごく人気で、はい、私と言おうと思ってて、私いつも気にかけて見てるんですけど、うんうん、柳選手とのやり取りとかすごく面白くないですか。いじるんだよね。そうなんですよ、いろんな選手をいじってね、本当に選手いじりが本当に面白くて、いつもツイートを楽しみに待ってるんですよね、うん、はい、まあ、なんで私知らないわっていう方はね、ぜひそれもちょっと楽しみにして、ぜひ見てほしい。選手がグラウンドで出さないような一面もね、はい、結構出してくれてますので、オフショット的な感じがあるので、一部では又吉候補と言われておりますけれどもこっち側、そういった又吉が送り出すサイドネタもちょっと楽しみにしていただきたいと思います、はい、うん、